はい、こんにちは。札幌占い美容室早野頭の後藤です。コメントに多かった部分をちょっと解決していきたいと思うんですけど、インスタでメッシュってか、検索してバックショットが出てくるんですけれども、綺麗なロングのバレイヤージュの、メッシュのスタイルなんですけれども、まあ、これをね美容室に持って行ってやってくださいと、まあ、ベースがだいたい軽く染めて10トーンぐらいの、方が例えばじゃあこれにしたいと言った場合に、美容室で断られることが非常に多いということで、じゃあなぜ断られるのかっていう美容室の裏側を、ぶっちゃけたいと思います。まずですね、断る理由が何個かあるんですけど、まず経験がないっていう部分ですね。大体がそこですね。あまりあのブリーチの技術っていうのが、特殊っちゃ特殊なので、これをこうやってないところは、うまくいかなかった、失敗した場合時間がロスってしまうとか、あと金額と時間見合わないとかですね、ことがあります。でホワイトにする場合はちょっと別として、一般的なバレイヤージュの、まあ、例えばこのぐらいのトーンの、ね、明るさとかですね、この程度のトーンとか、まあ、あのホワイトまでいかないぐらいですかね。これバレイヤージュではないんですけど、これぐらいの明るさとかにしたいと。で美容室側で断られるんですけど、なんでですかとか、やってくれないんですとか、痛むから、やめた方がいいですよとかですね、まあ、基本的に大体断られてしまうと思うんですけど、これね美容室側の理由もちょっとありまして、時間が読めないっていう部分があるんですね。まあ、大体僕2時間ぐらいでカット込みでやってしまうんですけど、まあ、それはちょっと別やり方があって、まあ、そういうやり方はなかなかちょっと変化球のやり方なのでないかと思うんですけど、大体4時間ぐらいかかっちゃうと思うんですよ。で、なぜ4時間かかるのかって言いますと、まあ、あの一般的なブリーチのメッシュのバックショットみたくしていきたいという場合に、まあ、ロングだとやっぱ時間かかるんで、2時間でかなり難しいんですけども、まあ、2時間でできるっていうのは一般的ではないので、ちょっと除外しておいてください。で、一般的にはメッシュします。はい、まあ、これに大体時間かかるんでカウンセリングしてメッシュします。12時に来た時点で、断られることが非常に多いですよね。まず明るくしちゃうと痛みますよとか、あとあってバサバサになりますよとかですね。で、実際このバレイヤージュっていう方法自体が、メッシュなんですけど、まあ、毛先に行くに従って明るいんで、まあ、場合によっては本当に痛んだ場合はもう切っていくっていう対策ができるわけですね。で、通常の旧型の昔みたいにチップでずっと取っていくパターンだと、根元からね結構きっちりこう綺麗に入るんですが、どうしても、根元側も結構入りますので、結構傷んでしまうと。なんでバレイヤージュの方法だとしたら、髪の毛があったら毛先の方中心に入ってきますので、まあ、さほどとのダメージはまあ出るんですよ。ダメージは出るんですけども、まあ、いろいろなやり方で、まあ、ケアしながらやっていけるのかな。まあ、デザインを取るんであればダメージは多少必要なのかなっていう部分はありますが、まあ、一番はやっぱり時間が読めないっていう部分ですね。サロンの予約が取れない。例えば12時に来てメッシュやりますよね。で、大体一般的な美容師さんは多分こんな感じですね。カット後にする場合はメッシュで大体メッシュブリーチで1時間半とかかかるんですよ。で、これブリーチをつけた状態で1時間以上置くっていうのは結構危なくて、またね、そのメッシュも細かくやってったりとかするとすげえ時間かかるんで、最初にやった、例えば最初にネイプから塗ってって最後終わるところまでの何分差タイムラグあるのかっていう話なんですよ。で、実際かなりのタイムラグになることが一般的な美容師さんの方法で、最初と最後で20分30分の差があったりとか、もうそこでアウトですよね。アウトだっていう理由としては、ブリーチって結構スピードが速いので、ダメージレベルはその時間で結構変わってきます。まあ、塗布量とかもよるんですけど、まあ、この時点で、まあ、1時間半とかかかっちゃうわけですよ、メッシュブリーチするのに。これ時点で、まあ、僕の中でアウトなんですけど、まあ、このように時間かかります。で、トナーカラーっていって上にカラーを乗っけます。で、意外と多いのが、一般のやり方だとしたら、例えばね、こうブリーチしましたと黒いところもありますと。例えば、まあ、こういうインスタグラムのやつみたく黒いところはかなり透明感があるブラックの、
アッシュで、でメッシュのところは白っぽく、鮮やかに抜きたいと、そういったオーダーがあった場合、このブリーチメッシュの跡が大変なんですよね。じゃあここに薬剤設定していいのか、この黒い方の薬剤設定していいのかと、これ分けて塗るの難しいですから、ここで結構多いのが、黒い方に設定してしまうとこっちが緑色になったりとか色が強く入りすぎてしまう。で、こっちのメッシュの方をベースで考えてしまうと、こっちが思ったように透明感が、出せないと、変に赤くなってしまったりとかですね。ブリーチの方ってあんまり染料濃くできませんから、そうすると濃く入っちゃうんですね。ブルーになっちゃったりとかグリーンになっちゃったりしちゃいますから、あまり染料濃くできないと。でブリッジを優先してしまうと、こっちは染料薄いわけですから赤みが出てしまって、変な色になってしまう。で結果やり直すこともあるんですよ、このトナーカラーの後に色が入らなくて。そうすると場合によってはカット込みで4時間半かかったりする場合があるんですね。12時に来店した人が帰り4時半になってしまったりする場合があるんですよ。でまあ早い人で3時間ぐらいで終わると思うので、12時に来店して3時に帰ることができると思うんですけど、それはまあやっぱりかなり回数をこなしている方だったりとか経験値がある方はこの辺で終わると思います。ただ慣れてない方だと4時間半とかかかってしまうとお客さんがかぶってきますよね。はい、一人サロンの場合はかなり難しいと思います。そういうことで、だったらね、この、まあ、例えば一人サロンでこのブリーチが価格がですよ、もうぶっちゃけますけど、このダブルカラーで3万円取ってれば、3万円とか4万円取れるんであれば4時間とか5時間かかってもいいと思うんですけど、これが、ダブルカラーで2万円以下の場合ですね、2万円以下、例えば1万5000円とか、ダブルカラーで1万5000円とかですね、1万5000円なのに4時間半とかかっちゃうと美容室の採算が合わないんですよ、ぶっちゃけ言うと。なので、じゃあ1万5000円でこれをやるにはどうしたらいいのかっていうのは、美容師さん側がある裏技を使って2時間で終わらすことができたりとかすれば問題ないと思うんですけれども、まあ、なかなか難しいので、じゃあ1万5000円でここを取るよりは、カットカラー2人取った方が、簡単なカットカラー2人取った方が絶対楽なので、じゃあ12時から14時で1人で、ここで1人、これでカットカラーで合わせて、まあ1万円ちょっとで安定的に2万円ちょっと取った方が安全ですよね。ということで美容室側はそういう数字の部分を兼ね合いもあって、なかなかやりたがらないっていう部分もあります。で、大体まあ最初に言い訳たくさんされちゃうので、これがこうなった時とかで逃げ道を作るので、美容師さん側はこの場合はこうなりますよとかですね、よっぽど神経質な人じゃない限り僕は担当するんですけれども、まああんまり神経質な方は僕もちょっとお断りします。ちょっとそれってその人の価値観があまりにもずれてる場合とか細かい場合ってやっぱり時間が読めない場合があるんで、そういう場合は僕もちょっと怖いなと思ったら長年の経験の雰囲気で断ることもあります。あともしくは、ブリーチをやめてもらう場合もあるんで、まあ、そういうのはしょうがないとして、まあ、一般的な感じで言えば、まあ2時間でできるような形で僕は持っていくんですけども、まあ早い方でね3時間ぐらいで、まあ2万円ぐらい金額で相場とすればカットとダブルカラーで2万円ぐらいかなと思うんですけど、まあそのぐらいでこう会計まで3時間で持っていければ、まあ割に合わなくはないと思うんですけど、これがやっぱり4時間半5時間かかってしまう予測が立つんであればやっぱ言い訳しますよね。できない、お客さんがやらない理由をたくさん言います。でお客さんが、じゃあ例えば白っぽくてか明るくベージュっぽくしたいって言っても、いやベージュっぽくならないですね、多分赤みが残ると思います、メラニン色素が多いんでとかって言って、ちょっと逃げます。で逃げて、まあ結果としてうまくいけばラッキーなんで、どうで綺麗になりましたよねって逃げれるんですけど、微妙だった場合、大体微妙だったりすることが多いんで、毛先は色がすごく入りすぎて中間が入らないとかね結構多いんですけど、そういう場合に最初に逃げちゃった方が逃げやすいですよね。あやっぱこうなりましたよね、やっぱねって何回か繰り返さないとですねっていう感じで逃げることはできます。ということで、まあ美容師さんの気持ちも分かるんですけど、そういうことで逃げることがあります。じゃあお客さんどうすればいいのかっていう部分が皆さん気になると思うんですけど、まあこういうねインスタグラムでメッシュとかバイレイヤーズとか検索していただいて、
でこういう写真を見せてこれにしたいと言った場合に、やはりこういうのにアップしてるところのサロンに行った方がいいと思うんですよ。でその地域でインスタグラムで上げてるところ、もしくはブログで上げてるようなところに行かれた方がいいと思います。まあ値段はかかってしまう可能性はありますが、まあそこはしっかり結果を出してこういうふうにアップしてるところを選んでいった方がいいかなと思います。あと写真加工はあまりされてないところの方がいいと思いますね。写真加工すればオレンジ味を取ったりとか結構できちゃうので、まあそういうところでですね、写真を見ていくのが正解なんです。一番は、はい、失敗しないと思います。それだけ経験をされてる、それだけアップしてるっていうことで、場数をこなしてるっていう方なので、そういうところを選んでいかれた方がいいかなと思うんで、まあ、いつも行ってる美容室で、断られたとっていう場合だと、あんまりそこでやんない方がいいと思いますよ。失敗しちゃったらブリーチって綺麗に抜かないと、後々もうその汚いブリーチの状態で過ごさないとダメなんで、まあそういう特殊カラーに関してはちょっと浮気してもいいんではないかなっていうふうに思います。まあできるサロンに行って、そこをその方が美容師さん側もそうですし、お客さん側もまあウィンウィンの感じになれると思うので、まあいつも行ってる美容室はね、いつも行ってるので全然いいと思うんですけど、まあこういう特殊な場合は少しそういうところに行かれてもいいのかなっていうのが、まあ僕の答えになりますね。ちょっとコメントで、結構多かったんで、美容師さんに断られます、でどうしたらいいですかっていうのがあったんですけど、もうそもそも断ったりとか言い訳する時点でできないと思うんで、そういうところでやんない方がいいんで、もうはい、わかりました、じゃあやりますね、まあただこういうデメリットありますよってことを伝えるぐらいでさらっとやってくれる人の方が、まあ僕はいいかなと思うんで、本当に難しいんですよね、ブリーチカラーって。本当に失敗することも本当多くて、読めない時ってあるんですよ。お客さんのそのベースによって本当に綺麗に発色が抜かない場合も、抜けない場合もありますし、まあそういう時もあるんで、なかなか一概には言えないっていう部分ですかね。あとまあその美容室で、まあ、うちもそうなんですけど、うちっていうか僕個人も特殊なカラーの調合がありまして、まあ失敗しづらいカラーの調合だったりとかもあるんで、まあ、各サロンそれぞれが自分のね、オリジナルの調合があると思うんで、そういうのがないと普通にやってもなかなか綺麗な発色出ないんですよ、透明感とか。なので、まあ、そういうふうに研究してる方のところに行った方がいいかなと思います。で一般的に、まあ、今結構ね、まあ、これはもうぶっちゃけ言いますけど、僕がですね、当初まあ、今から何十年とか20年前の、時代って結構練習とかもう遅くまでやったりとかしてるのがまあ普通だったりとかしたんですけど、やっぱりスタイリストになってくるとだんだん練習とかしなくなるのがもう一般的なんですよ。で美容師さんの働き方革命っていう部分でもやっぱり早く帰ったりとか、まあ、そういうのがもう今主流になってきてるんで、なるべくなんて言うんでしょうね、スキルが上げるためにはやっぱり自分の時間を犠牲にしていかないとダメなんですよね。なのでそういう活動をしているかっていう部分も結構大きいと思います。そういうのしてなければ技術がそこでストップしてますから、なかなかそういうね特殊なことはできなかったりとかします。実際のところは時代はそういう風になってきてます、残念ながら。なんで美容師さんの今後のレベルっていうのはどんどん下がっていくんではないかなって僕は思ってるんですけど、まあこれはもうしょうがない、もう時代がそういう風になってきてるってことですね。ただそれとまた反面ですね、いい時代いいこともあって、個人がこういう風に僕がねこう田舎の美容師さんを発信して、できたりとか、そういうまあいい時代になってきてるんで、そういうのをうまく活用できる時代でもあるので、一概にも全体がレベルが下がってるってわけではなくて、いい時代でもあるんですけど、スタイリストになった時点で、まあ、要は美容室に社長がたくさんいるような感じなんですよ、ぶっちゃけ言うと。なんでオーナーさんもあんまり言わないんですよね、基本的にね。大型店とかで働いてても、あまりその練習するとかですね、まあ、それ本人の意思に任せてる部分ですから、結構技術の差があるっていうことですね。勉強してる人してない人の差が結構大きいと思います。で勉強しなくても感覚がいい人っているんで、そういう人はうまくいきますよね。まあ、天才肌の人とかそういう方はうまくいきます。カラーだけじゃなくても縮毛矯正とかもそうですけど、
あのカットもそうですよね。どこでが自分のゴールだと思ってるかによって、高くゴール設定する人もいるし、低く設定する人もいるし、まあそれはね、美容師さんとの会話の中でこの人はこういう感じなのかなっていうのをお客さんは、見極めていただけたらいいかなっていうふうに思っております。ということで、まあこういうトリックじゃない、こういうね、あの美容師さんの都合もあるってことですね。だから、断るっていうことです。だから僕も断るときありますよ、全然あのちょっと無理だな、この人にはちょっと難しいなっていう場合僕もお断りしますし、まあそれは僕ももっと勉強不足だと思ってるんで、断るってことはね、あのどういうお客さんが来てもあの対応できるようなスキルアップにはまだ僕も勉強が足りないので、もっと勉強していかないとダメなんですけれども、僕も断るときは正直あります。はい、ということで、大変なことをやるよりも楽にこう、コンスタントにあのカットカラーとか、いつも来店してくれてる、まあ安心感あってこちらも楽に担当できた方がぶっちゃけいいんですよ、美容師さん側も。大変な仕事相手したくないので、まあ安定的な仕事をこうしていけた方がまあ精神的にも楽ですから。でもそればっかりだと成長しないので、やっぱりどんどんこうチャレンジしていくっていう部分が僕は必要かなと思ってるんで、これからの、美容師さんもどんどんちょっと勉強して、そうですね、こう次世代の方とかはもうもっとこう日本の美容界をもうちょっと伸ばすような感じで、なんかやってってほしいなと思いますし、サロンな経営、まあ、僕は経営してる方なんですけれども、まあ、そういうオーナーさんの方も、まあ、もっと勉強してですね、まあ、お客さんにより良い、ものを提供できるようにですね、環境がそういう環境が整えばもっといいかなというふうに思っております。はい、ということで、まあ、例えばこれを2時間でやるとかね、まあ、これちょっと宣伝になりますけれども、これをじゃあ2時間でやりますっていうようなノウハウとかそういうのも、まあ、僕はオンラインサロンっていうのを全国に配信しておりまして、ヘアリーオンラインサロンっていうのがあるんですけど、そこでこういうやり方をアップしてます。で、大体ですね、月に3回なんですけど、月に3回、こういう情報をですね、10日おきぐらいに、まあ、大体動画2本ぐらいかな、大体動画だけでまあ1時間から1時間半ぐらいの動画と、あとテキストですね、まあ多い時は動画4つとかアップして、まあ、それを月に3回やってるんですね。で、それを、やってるオンラインサロンっていうのが あるんで、もしよろしければそちらの方を、オンラインサロンの方をちょっと覗いてみてください。もう結構いろんな情報、パーマからカラーとか縮毛からカットからですね、まあ、カット基本なんですけれども、まあそういうのが、たくさん詰まってるオンラインサロンでやっております。はい、まあ、最後ちょっと宣伝になりましたが、まあ、美容室の裏側はこんな感じです。はい、これが一概とは言えませんが、こういう問題点があるかなっていうことが僕は予想できました。ということで、今日の配信はこんな感じで終わりたいと思います。はい、皆さん美容室の、ちょっと言ってほしくないような、美容室の裏側をちょっと暴露していきたいと思いますので、まあ、ちょっと目の敵にされる可能性はあるんですが、あまりねちょっといいこと業界にとってどうかなって思う部分もちょっとあるんですけど、まあ、ちょっと暴露しちゃおうかなっていう感じです。なので今後もちょっと皆さん応援してください。応援してくれればもっと頑張ります。ちょっと今ね YouTube のオンラインの方がちょっと忙しくて、YouTube の動画があんまりアップできてないので、皆さんの応援があれば、もうちょっと頑張れるかなと思います。なのでシェアとかいいねよろしくお願いします。ということで、今日の配信終わります。